じゃ、とりあえず2階のチョンキンガーデンに来た入り口に戻れるようになってるかどうか、それを試してみましょうか。さっきなんか行けなかったんですけどね、チョンキンガーデンの入り口。そこに行けるようになってるのかどうか。ん？何？なんだ？なんだ急に。何急に。誰？違う。ちゃんと迷わずにここまで来るなんて大したもんだ。いや、結さっ構き迷っのおった。さんは探し物があるって言ってたけど、あんたどうする？入場路へ戻るかい。ここは俺の受け持ちなんだ。次に来るときにはまた雇ってくれよ。リトルフライ。何急に。なんだこいつ急に現れて。リトルフライ。失礼なやつめ。安全屋の社長に言っとくよ。あんたからの依頼はフートン全域の一括契約にするようにって。意外とちゃんとした目してる。意外と綺麗な目してた。え、なんだったんだ？有無も言わさないままそのままイベントが進んじゃいましたけど。あれこれ、入場路に戻ったのかな？あ、戻されてる。入場路に戻されてる。ここはどこだ？入場路地下入り口、ここまで来たのか。はぁ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 。ちなみにここには入れるようになってんのかな？鍵がかかってると。え、じゃあとりあえず錠前屋に行けばいいのかな？錠前屋になんと、なんたらかんたらって、鏡屋が言ってたので、錠前屋のところに行って報告しておきましょうか。で、あと、チョンキンガーデンに行く前に、ゼンマイ屋に話聞けみたいな、そういうことも言われていたんで、ゼンマイ屋にも言っておきたいな。ああ、錠前屋はまだ、錠前屋じゃねえ、鏡屋はまだ、戻ってきてないのね。とりあえず、ゼンマイ屋に話しかけて、その後、錠前屋に、錠前屋だったっけ？ゼンマイ屋。どうだった？鏡屋は無事だったかい？無事でしたよ。そうか、よかったな。ただ奴も、もう若くはない。あんたが手助けしてやることだ。はい。白血病だよ。鏡の部屋を探して元に戻すんだ。やり方は鏡屋に直接聞いてみることだ。はい。白血病の部屋は封筒の中に何箇所かあるって話だ。鏡屋が戻ってきたら、あんた宛にメールを送るよ。メール。なんかところどころ近代的ですね。アクセスカードを手に入れることだな。アクセスカード。なるほど、クーロネット端末で、なんかよくわかんないパスワードみたいな入れるところがあったんですけど、それと関係しているっていうことなんでしょうか。アクセスカードを手に入れると、これ。今選択できないんですけど、この機能もアクセスカードを手に入れることによって使えるようになって、で、そのメールの確認とかもできるっていうことなんでしょうかね。じゃあ、とりあえず、錠前屋のところまで行ってみましょうか。おい、錠前屋。鏡屋いたよ。鏡屋。鏡屋は大丈夫だったか？で、本物の七宝刀は手に入れたんだろうな。うん、もらった。あんたがやるべきことはたくさんあるんだ。はい。鏡屋が戻ってきたら詳しく話してやるよ。あんたはクーロンフロントの様子を見てきてくれないか？向こうでも何か起きてるかもしれん。なるほど。じゃあ次は、あいついなくなってる。エビムキはいなくなってる。クーロンフロントに向かえばいいのか。だんだんやるべきことが分かってきた気がする。ちなみにこの靴屋、古靴屋は、メッセージ変わってるかな？俺が考えてること、教えてやろうか。夢だよ、夢のことだ。俺の夢は別格なんだ。へへへ。どういうこと？いや、何の話だよ。メッセージ変わんないか。こいつは、全然、よくわかんない話をするな、古靴屋は。じゃあ、とりあえず、クーロンフロントの方戻りましょうか。他にもいろいろメッセージ変わってるキャラクターはいるんでしょうけど。とりあえずは、クーロンフロントの方に向かいたいと思います。で、そうこうしてるうちに鏡屋が、ここに戻ってくるっていうことなんでしょうかね。
じゃあクーロンフロントに向かいましょう。この右手か、右じゃない、左手か、ここか。さっきは行けなかったですけど、うん、行けるようになってますね。入りましょう。さて、久しぶりに来ますけど、クーロンフロント。こっちか。二つ道があるってことなのかな、今のとこ。暗いなぁ。こんな暗かったっけ、クーロンフロント。あれ、行き止まりか、こっちは。こっちは行き止まりか。じゃあ、もう一個の方の通路行くべきか。ここで、振り返って、こっちね。何かが起きてるかもしれんって言ってるってことは何かが起きてるんでしょうけど。このまんまっすぐか。ここも最初はちゃんと探索してなかったような気がするので。ね？ディスク 3? ちょっと待って、ディスク2飛ばしちゃうの？ディスク3、スジャクを入れて丸ボタンを押してください。じゃあディスク交換しましょうか。急にディスク3なんだ。よかった、進んだ。進んだ、進んだ。音が聞こえる。あ、よかった。はい、なんかいたな。こいつは誰？急になんかやたらリアルな顔になってるな。君は誰ですか？老人。老人？やけに早いね。もう何これ？三なんたらを捕まえたのかい？それとも、おじけづいて戻ってきたんじゃないのかい？けど驚きだよ。まだあのコンテストやってたなんてね、あんたよっぽど金が欲しいのかい？何の話？何の話だ？最初クーロンフロントにいた時に、あったっけこの人。会ってないよな。ディスク違うもんな。こっちは？ここはなんだ？コニー、コニー用の家？どういうこと？コニー用の家ってなんだ？わかんねえ。もう単語単位で理解が追いつかないからな。じゃあとりあえず奥行きましょうか。コンテストって何の話だ？え？何こいつ？すげえ変なのがいる。運転手。なんだお前は。こいつが片付かないとここは通れない。そんなこと見りゃわかるだろ。ひっくり返った拍子にあれが飛ばされちまった。あれだよ、俺のあれ。なんなんだこいつは。ほんとになんか、態度のでかいやつが多いな。うわ、いっぱいいる、なんか。治安悪いな。基本的に暗くてよく見えないんですけど、そのまま奥行きましょうか。何かが起きてるかもしれんって、ひょっとしてあの車がひっくり返ってる、車かわかんないですけど、車がひっくり返ってるのをなんとかしろっていう、それだけのことじゃないですよね。何こいつ、行商人？老人。おやおや、これまたどこの先生かと思ったぜ。奥に行ってたんだな。ディープだよ。そう呼んでるんだ。ディープ。ディープ。ディープのやつらは大変だよ。急になんか、欧米的な文化ですね。文化を出してきましたね。いつ邪気に襲われるかわからないから扉を閉めたりしてビクビク暮らしているんだ。ここクーロンフロントは平気だよ。はあ、ここは陽の世界なのかな。クーロンフロントは。あ、なんか、屋外っていう感じがする。ここは屋外感がある。屋外感あるぞ。あ、ここもまた分岐か。こっち行きましょうか。栄えてるな。これが陽の世界か。あの、さっきまでいたなんだっけ、竜じょうろってのは地下の世界なのかな。
地下の世界が陰の世界と呼ばれていて、地上の世界が陽の世界って呼ばれてるみたいな。ここも行けたな。ここはなんだ、怪しいお店だな。ゲーセンか。ゲーセンっぽいな。空論電脳中心。これ静岡県にあるやつなんじゃないですかね。静岡県にある。行ったことないですけど、すげえ行ってみたいんですけど、あのゲームセンター。プロジェクトディーバーあるのかな。ちょっと待ってよ。ここまだちゃんと探索できてないな。こっちは、あ、でも、それだけか。他にできることはないのか。調べれる？閉まっている？閉まってんのか。じゃあここには用ないな。あー、目的がよくわからないな。ずっとなんか目的がふわふわとしているような。とりあえず手当たり次第いろんなものやいろんな人を調べていく必要がありそうですね。頭髪中心。中心っていうのはどういう意味なんだろう。基本的にこれ全部中国語だとは思うんですけど。こっちは？こっちも行けそうだな。広いな。双子屋。双子屋とは何だろう。入れるかな。入れそう。双子屋。うわ、すげえ四白眼。目力強いやつがいる。君は？双子屋店員。なんだ、お前も双子が、双子か。いや、僕は、双子ではないですけど。申告に来たんだろう。だったらカードをよこしな。あ、あれかな、アクセスカードくれるのかな。カードよこしな。待って。あ、なるほど。アクセスカードはまだ持ってないのか。で、そのアクセスカードの登録を、ここでしてくれると。お前は双子屋のこと知っててやってきたのか。知らない知らない。何にも知らない。知らない。この町では双子は貴重なんだ。一人でも多くの双子を集めるのがここの、ここ双子屋だ。ほうほうほう。双子の住民はみんなここで双子として申告する。え？じゃあ僕も双子ってことなのかな？そういうこと？これから双子を作ろうっていう住民もここで登録していろんな教育を受けるんだ。ほうほうほう。とにかくアクセスカードがなけりゃ、登録できない。よくわかんないな。僕が知ってる双子とは違うのかな。え、一卵性ソーセージとかのあの双子かと思って僕は話を聞いてたんですけど、その双子じゃないのかな。その双子では合ってるけど、なんか複雑なシステムがあるっていうことなんでしょうか。双子屋2階。ここは閉まってんのかな。通れません。はぁ、空論フロント、なんかいろいろ、できるところはありそうですけど。こいつは何？君は誰？双子師。双子師？双子って、その意図的に作るものなのかな？なんだ、俺の顔に何かついてるのか？うろうろで歩くな。怖い怖い、もう。ここの人たちみんな怖い。すげえ当たりが強い。アクセスカードを探すのか。じゃあ、とりあえずここで。あの、ゼンマイ屋も言ってた。アクセスカードね。そうは言われても。とりあえず、ここをうろうろしてたら、見つかるのかな。こっちもまだ行ってない。あ、なんか、雰囲気はすごくありますね。案内屋。誰もいません。あ、なんかいる。君たちは双子か？路人右。あんたディープって知ってるか？竜城路が未だにスッと出てこないんですよ。竜城路や竜通路のことだ。はあはあ。ここ空論フロントよりもさらに奥。あそこでは、なんだか、グイリーね。グイリーどもが出始めたらしいじゃないか。それを退治しましたよ。私、風水師なので。グイリーは邪気が物に宿った姿だ。グイリーの邪気がまたグイリーを生む。それはそうと、人間も邪気に疲れることがあるそうだ。ほう。心に闇を持ってる奴が危ないらしいぞ。え、僕危ないかな、ひょっとして。
僕ちょっと危ないかもしんないな。はあ、じゃあ人間に邪気が宿って生まれたグイリーはボス的な存在なのかな、このゲームにおいての。そういうやつを退治する時も来るのかな。気候塾のビル、ああここはいけるな。気候塾のビル行ってみましょうか。気候を教えてくれるのかな。風水と割と関係のありそうな感じはありますけど。うおー、いた。君は気候師か。違う、アヘン屋。アヘンってあれ、あのアヘンかな。お前さん妖怪から迷い込んだのか。あ、ここ妖怪じゃないのか。ここもここも陰界なのか。言っておくけど俺はヤバい役は打ってな。やっぱそのアヘンか。いいか、あんたもブルークローにだけは手を出すな。あれはただの麻薬じゃない。いやいやいや、そもそも役には手を出さないつもりなんですけどね。いかがわしい呪いの、儀式、いかがわしい呪いの儀式にも使うんだ。呪いの人形に注射したりして、ね、怖い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 。ところでさっきも変竹林な格好したやつが来たけど、お前さんの知り合いか。いや多分違うと思いますけど、変竹林な格好したやつって結構いるけどな。そいつ自分は手品師だとか言って、こんなもんくれたが、何何、俺はいらないからそいつに会ったら返してくれ。何マジックカード、あれこれアクセスカードとして使えないのかな。マジックカードくれた。なんか裏に印とかついてんのかな。何に使うんだ。ひょっとして賭博屋とかがあんのかな。そこでイカサマして、イカサマするのに使うとか、そういう感じなのかな、マジックカードって。ちょっと待ってよ、鏡屋もなんかイリュージョンボックスみたいな、なんかそんな格好してましたけど、そいつ手品で使うカードのようだ。あいつもが実は手品を趣味にしてるみたいなそういう感じなのかな。ここはなんだ、修法指導。ここは気候塾？入れなさそうだな、鍵がかかってる。はあ、気候塾、気候師がここにいるのかな。いたとしてもまあ別に何ができるかって言われるとさっぱり見当はつかないんですけど。あ、ここ鍵かかってそう。あ、鍵かかってるわ。とりあえずアクセスカード。待てよ、その手品師、手品師別に知り合いじゃないんですけど、手品師に会う必要も出てきましたね、これで。じゃあ、とりあえずこの気候ビルから出よう。気候師いなかったけどな。で、こっちは何があるんでしょうか。ここは竜城飯店。あ、まだ奥あるな。竜城飯店行きましょう。鍵がかかってる。入れないな。普通に腹減ってきたな普通にお腹減ってきたな。竜城飯店、おお、爆竹屋、すげえ爆竹売ってる。爆竹買えんのかな。あんたもせっせと質屋が良いかね。俺はこう見えても爆発物の専門家だ。いや、見た通りだよこう見えてもって、どう見えてると思ってるのか知らないですけど、どっからどう見てもあなたボマーですよ。あ、質屋のことならこの脇の路地を入っていったところだ。はあはあ、別に質屋に用があるとは何も聞かされてはいないんですけど、行った方がいいのかな。あー、なんかいろいろタスクが増えてきたな。アクセスカードを手に入れるのと、あと質屋に会うのと、それから手品師に会うこと、タスク増えてきたな。ここも微妙に分岐があるな。それから他には行けるところはないか。じゃあ右から行ってみましょう。こちらには何かがあるのかな。とりあえず進む。お、こういうのがいるからね、左右の確認もちゃんとしなきゃいけない。南人街、断人街、
この先は何人街、空路には女人街はない、ないんだよ。男しかいないのかな、そういう意味。ちょっと振り仮名振ってほしいな。スッと読めないからな。ここは？ここ質屋か。でも誰もいないな。誰もいません。あ、で、あとはもうここで行き止まりと。じゃあ戻りましょう。とりあえずここでアクセスカード手に入れれない限りはストーリーが進まない気がするんですけど、鏡屋が一向に戻ってこないような気がするんですけど、ここでアクセスカード手に入れない限り、あのゼンマイ屋の店主もアクセスカード手に入れたらメール送るわみたいな、送れるようになるわみたいな、そういうこと言ってたんで、とりあえず当面の目標はアクセスカード手に入れることだとは思うんですけど、え、でもこれあと行けるとこないかな。もう行ってないとこあったっけ。なんかどっかしらに分岐があったような気がするんですけど、この奥かな。さっきのあの双子屋方面に分岐あったっけ。こっちこっち、なんか今双子みたいないたな。別にここ分岐ないのか。さっきここで分岐あったような気もしたけど、気のせいか、記憶違いか。あー、どこ行けばいいんだろう。どこで何をすればいいかがいまいち。あ、ここまで行ってないのか。頭髪中心、ここまで行ってなかったわ。ここだここだ。二人いるな。双子か、君たちも。もしもし、頭髪中心カツラ屋、あんたもカツラ欲しいんだろ。残念だな、今はちょっとな。いや、困ってないですけどね。うちは流進路、流進路って読むのか。流進路にあるカツラ屋と取引があるけれど、空路の方々で邪気が強くなってきて商売上がったりさ、いろいろ問題があるんですね。邪気が増えると、せっかく仕上げたカツラをお得意にと、届けられなくなったんだ。はあはあはあ、それはそうと。そこに竹売りいるだろ。竹売りいない？あんたそいつ知り合いなのか。いやいやいや、初耳。君は？君竹売り？店に主人。あんたよそ者だろ。この町に来たやつは必ず孫じいさんの占いを、試してみることだ。あのじいさん昔は船乗りだったらしい。今じゃすっかり月の出る時間になると占いを始めるんだ。今夜は満月だからじいさん張り切ってるんじゃないか。どこ？孫じいさん、孫じいさんにも会わなきゃいけないのか。いろいろやる。うわ、こいつ孫じいさん、イケイケだなこいつ。怪しいやつ。竹売り、取れたて新鮮キノコだ。欲しくないなら無理にとは言わないよ。それからまあいっか。聞きたいことあったらその時はそっちから声かけてくれ。やべえやついる。やべえやついるわ。知り合いじゃない。いや、知り合いじゃないです。僕知り合いじゃないですよ。知らない、知らない、知らない、知らない。キノコ売りか。キノコ売り、え、キノコが必要になることあんの？俺のキノコとか言ってたな。本当に大丈夫かあいつ。俺のキノコは安心安全って。いなくなってる。いなくなってるよ。嘘だろ。何だったんだ今の。マジかよ。超怖え。待ってよ。背後すぐにつけてきてるとかだったらすげえ怖いんですけど。キノコ売り。メッセージ変わってないかな。変わってないか。それぞれのキャラにさすがに何かしらの役割はあると思うんですけど、キノコ売りに関してはさっぱりわかんないな。どうストーリーに結びついてくるんだキノコ売りは。でもこれで一応何かのフラグは立ったっていうことなんでしょうか。で、どこに行けばいいんだ。とりあえず見回りだけすればいいってことなのかな。流浄路に戻ったら鏡屋が戻ってきてるとか、それだと話は早いんですけどね。でもアクセスカードが引っかかるもんな、そうなると。あ、こっち行ってないわ。そうか、こっちをまだ行ってなかったのか。こっちまだ行ってないや。え、暗い暗い暗い。こっちでアクセスカードくれないかな。あ、なんかいる。顔色が悪い人がいる。
左右の確認。あ、ほら何かあるもん。何これ何これ。うわ怖い怖い怖い。え、超怖え。超怖え。こんなんトラウマになるでしょ。こんな真っ暗な路地でさ、なんかいないかなって左右の確認してたら、こんなんいきなり出てきたら、露天人形。ソンジーさん、占い占い。え、あいつがソンジーさん？あの顔色悪い人、この人。いやいやいや、素通りしちゃったわ。モブか、ただの。いたいたわ。あれこいつさっき見なかった、この顔のやつ。君ソンジーさん？あれ露天主右。違うのか。なんだやった、どっから来た、奥の方はやばいことになってるだろ。左。今日はなんか悪いことが起こりそうだな。いや、ただの勘だけどさ。朝から客が寄りつかないんだ。はあ。ただのモブか。なんか、視点を動かすと若干動くのがいいな、こいつ。右手を差し出して。じゃあ、ソンジーさん。あ、こっちにも何かある。こいつは？これソンジーさん？ソンジーさんっぽい。占いしそう。いた！ソンジーさん。占い占い。この方角から来る奴は人相が悪いの、いつも悪い。いや、いや、みんなそうだろ。人相悪い奴ばっかだろ。この世界。どうじゃ、占わんかね。占ってやるよ。占いには5000市議、市議だったっけ？市議が、市議かかるかな。市議であってたっけ？市座だったっけ？死座だった。死じゃねえ。死座ね。死座ね。はい。占ってくれ。占うか、そうか、そうか。おー、ウミガメの首が見えるぞな。血が吹き出している。痛々しいの。あんたの運はすこぶる悪いが、このカードがあれば少しはマシになるだろう。何のカード？アクセスカードかよ。なんか。これがあると運気が上昇するぞみたいな感じで渡されるのがアクセスカードって、近代的だな。まあ占ってもらったからアクセスカードももらったし、これ戻ればいいのかな。今夜は満月だの。こんな夜には悪いことが起きるもんじゃ。また後で占ってやる。気が向いたらここに来い。はあ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 。何かストーリーのヒントとかくれそうだな、この手のゲームの占いって。もうこっちまだ行ってないな、この奥。もう戻ったらストーリー進みそうな、鏡は戻ってきてそうな気はするんですけど。君は何ぞや。海鮮中心。エビとか売ってないのかな。俺なんてあいつらみたいな力ないからさ、凡人だからさ、何でも普通にしか考えられないんだ。あんたもそうなんだろ。え、そうだろ。いや、俺は風水の力ありますよ。風水の力。あいつらっていうのはクーロネットの会員たちのことさ。あいつらは特別なんだ。クーロネットやるんだろ、ファンタも。端末なら双子中心と、竜城飯店にあるぜ。はあ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 。やりすぎは体に毒っていうものさ。イヒヒヒヒ。そっか。双子屋行ってアクセスカードに登録しなきゃいけないのか。こっちは通れないと。じゃあ双子屋に行ってアクセスカードも手に入れたんで、それの登録をしてもらおう。じゃあとりあえず双子屋のところまで行きましょう。